ん？ナマステ。ナマステ。湘南のトスケマンです。今回の依頼はマンションの大家さんの依頼で、木が生えてるんですよ。マンションの敷地内に。はい。それをまた短く切って、周りに草も生えてるらしいので、草むしりっていう感じで。じゃあ今日も頑張っていきましょう。頑張ります。じゃあ現場へ。Here we go。さあ始まりました。今回のご依頼も定番の木の剪定でございます。もう慣れっこの剪定ですね。はいまたね、今回もチェーンソーを使ってやっていきます。はい、もうどんどん来てきますね。はい、まあ枝そんなに太くないんですけど、まあ、チェーンソーを使った方が早いし効率がいいので使わせていただいてますこれノコギリでやったら多分3倍ぐらい時間かかるかな。ああ、そうです。剪定バサミとか。はい。このご依頼者様隣に一軒家があって、そっちの方にこう木が伸びてはみ出してきたので、それが結構気になったみたいですね。やっぱご近所付き合い大切ですからね、うんうん、ご迷惑にならないようにご近所にということです。お、出ました。バリカン。剪定バリカンも今回使いました。あ、ヘッジトリマーでしたっけ？横文字ではね。確かそうだったね。調べたもんね。あ、そうです。ヘッジトリマー。ヘッジトリマー。初めて知ったわ。もうバリカンで大体通じてるよね、我々。はい。剪定バリカン。剪定バリカン。うん。結構調子いいんですよ、これ。割と太い枝でもガシガシ切ってくれる。高いところも長いから届く。なるほど。こういうところですね。あ、そうそうそう、これ上の枝を背伸びして切ってます結構重いんすよね、これそうですよね。そうそうそう、5キロぐらいを万歳して持ってる感じです。そうそうそう、ぐらいかな。半年ぐらいの赤ちゃんをずっとリフトアップしてる感じ高い高いして、そうす。これ高いところが本当届くんで便利ですね、うん、細かい切れなかったあの小さい枝は剪定バサミでちょきちょきやって、私は切った枝、葉っぱを回収してます。はい、熊手でしっかり手見つかってですね、うん、まあ、散らばった枝が結構あったんで、綺麗にほうきで掃いて集めていきます。そうですね、はい。アスファルトなんかはやっぱ竹ぼうきの方が、うん、そうですね。アスファルトはほうきが一番ですね。ここから雑草エリアが始まりますね。はい、時間がもしあったら伸びてる草も目立つとこだけでもちょっとむしってってほしいというご依頼だったんで、はい、はい、剪定をサクッとスピーディーに終わらせて、ご要望通り草むしりもやらせていただいております今回はですね、軽トラが近いところに止めれたんで。あ、そうですね。かなり、はい、こう歩く時間は必要ない感じですね。あ、ですね、マンションの大家さん、はい、管理会社さんなのかな、まあ、はい、そこからのご依頼だったんで。枯れた葉っぱがね、枯れ葉が結構落ちてたんで、まあそれも綺麗にしといてあげましょうということで落ち葉なくなるとだいぶすっきりしますもんね。土が見えて、うん、
短い手身がこういう時は役に立ちますね。この手身ペンあってみ、短い手身じゃないなこれ。熊手です。熊手熊手。短いちっちゃい熊手。ちっちゃい熊手、そうですね、便利ですよ、ね。うん、便利です。草むしりゾーンも大きいで吐いて綺麗に しました。やっぱりですね、お隣さんにこう枝が触れてる感じですね。そうですね、結構入っちゃってたんで綺麗にバッサリやっていきます。これは定点で最初から最後までっていう感じですよね。そうですね、はい、こっちの枝側を10倍速で、うん、分かりやすいですよね。定点でこうどういう風に切っていくかとかさっぱりしていくかっていうところがよく見えます。はい、こうやって見ると結構風の強い日だったんですかね。枝がすごい揺れてますね。ああ、強かったですね。結構風が。あ、強かったですね。落ち葉が結構こう、うん。そうそうそう。飛んじゃいそうな感じで。流れていっちゃってました。そう。そうですね、バリカンで。お隣に散らばっちゃったやつも。落ち葉も結構落ちてました。そうですね、それも綺麗に回収しました。奥の空が見えなかったですけど、すっかり見えるようになりましたね、うんうんうん、そうですね、向こうの、ね、向こう側木がかぶって見えなかったですもん ね、 ですね。大体1メートルぐらいは、はい、空いてて、ご依頼者さんもすごいここまでしてくれるとは思ってなかったって喜んでました。ああ、そうですか、はい、写真を、はい、送らせていただいて。よかったです、はい、あれですね、このフェンスにツルがこうくる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 と地道に撮ってますね。おお、さすがです。だいたいこういうフェンスってツルが巻きね、巻いてますよね。そういうとこきれいにしてるとやっぱりね、見栄えきれいに、きれいになった感が違いますからね。ですね、いいですよ。散らばった細かい枝や落ち葉を拾って終了ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではビフォーアフターです。はい。ボーボーだった葉っぱが綺麗さっぱりなりました。素晴らしい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の木の剪定の仕事の現場はここでした。綺麗になりました。もともとは隣のお家にバッサリかかってたんですけど、だいぶ間隔空けて剪定しました。あ、一応ご依頼者様のご要望としてはこれがメインになってってことで、まあ大体時間的には1時間ぐらいで草むしり伸びてるとこ、はい、いいやつ目立つとこだけでもういいからやっといてってことだったんで、その辺もやらせていただきました。はい、はい、さっぱりしました。そうですね、はい、またこのご依頼者さんも別のところも垣根とかとかがあるみたいで、そんなお話もされてました。ありがたいです、はい、今回の仕事はこちらで終了になります。はい、はい、ではまた次回の動画までごきげんよう。チャンネル登録高評価ボタンよろしくね。今回の湘南あるある、街中に上田おじさん夏来たる。松崎しげる並みに黒いよ。チャンネル登録高評価ボタン噛んだ